はい、本日は、えー、Google Earth で見つけたあ月のです、ねえー、不思議な場所のご紹介を2つばっかりやっていきたいと思います、えー、ずっと前に、ねえー、不思議な場所を Google Earth でお見せしました、えー、今日うも、ね、分かりやすく皆さんも見つけられると思いますのでその座標位置を分かりやすく説明しながら見ていきたいと思います えー、まず、こういったふうに Google Earth を立ち上げます。えー、第2に、えー、ここですね、はい、カソールがこの土星のマークのところをクリックです。で、この中の一番下の月をクリックするとですね、月の読み込みが始まります。ご覧のように、はい、地球からムーン、月に変わりましたよね。まあ、Google ムーンといいましょうかね、えー、月の映像の写真が出てきました。 でいいよいよ行きますすね不思議な場所ですまさしくこれは月にあ,ある建造物としか思えないものが見えてきます。えー、とにかくね、不思議なんで、えー、見ていきたいと思います、えー。まずはですね、月をこのように Google、まあ、アースを立ち上げムーンに切り替えて、えー、こ,のこの線ですね。 左から右に走っているどなたにでもこの写真のこのラインがあります、はいえー。このラインに沿ってですね、ラインの中心部、ここですね、はい、溝がちょっとあ,のありますよね、ちょっと溝っぽい色が違うところがここにありますね、この幅で。はい、そこをめがけてズームしてください。はい、ゆっくりいきますよ。 はい、その時の目印としてここに大きなクレーターが12ありますねこれを見ながら拡大していきますすると次の目標物は大きくするとここにありますねここのクレーターを1つの基準にしてください、えー、センターにこのクレーターを基準に持ってきて拡大していきますはい拡大していきますね はい、えー、これがそのクレーターですねこの,このクレータータを同じような位置に画面上に持ってきてください。このクレーターをこの辺に置いてですねまず第1回目の不思議な地点、ここですね、このクレーターから下がったところですね、よく見てくださいよ、僕のピンを置いているところ、黄色いピンを打っているところですよ。 えー、見つけ方は最初はですね、これですね、ここからちょっと下がります、ゆっくりズームします、はい、はい、ズームしていきますよ、はい、そしたら、次に見つけるのは、この、この辺の絵柄、はい、ここら辺のクレーターを目印します、並び方が同じく並び方なのか、この今の画像と同じ並び方の、1、2、3、4、 みたいに、えー、この点をよく見といてくださいこの。このクレーターの真上辺りに黒い、えー、ちょっとそばかすのシミみたいなのがあります。それを拡大します。一番下の部分です。見ててください。はい、ここですね。この部分を拡大していきます。普通のところはなんてないです。はい、普通のところ拡大してもこんな風に見えます。黒い点ですね。 はい黒い点です。何もない黒い点。でも、しかし、この場所を見てください。はい、これです。明らかに建造物ですね。はい、何かここにこうありまして、えー、これ、入り口ですか、トンネルか、こう、まあ、自分の判断ですけど、こう、2つありますよね。で、こちらからも入れますし、ここになんか溝みたいなのがありますね。これ、まあ、はっきり言えないんですけどねさまさしくね。 全く周りとは違った何かがあるのが分かります。完全に建造物に見えて仕方がないですね。はいこれちょっと回転させます。見方によって違うかもしれませんので回転させてみます。はいゆっくり回転します。まあ、位置がちょっと下がりましたね。もう少し。はい で回転します。右回転、左回転。はい。ですね。はい。もう一度。ここですね。こんな感じで。はい。まさしく、他の場所と違う。はい。もう少し角度を変えてみましょうか。えー、こんな感じですね。はい。ずっと。 こうですね先ほどの位置北に上、上を北に持ってきます。はい、えー、こんな感じですね。はい明らかに、えー、僕はあ自分の個人的な意見なんですけど、まあ、建物に見えて仕方がないといったところですね、はい。上と比べてもらえば分かりますよね、これぐらいのズーミングで上部が同じシミみたいになっているところですね。 シミと言わせてもらいますけど、上その上もちょっと拡大しますけど何かここにあるのはわかるんですけど、まあボケで建物らしくには見えません。しかし、これもそうは見えないんですよね。しかしこれを明らかにこれはもう全く誰が何と言うとこう何て言いますかねクレーターの影だとかおっしゃる方いるんですけどこれは違って見えますよね。 えー、はい、えー、そういったわけで、これが一つの不思議な場所の、まあ、皆さんに見せたかったグーグルアースの月のムーンですね、グーグルムーンで写っている不思議な場所、2016年はい版ですね、えー、これで話題となっている場所です、えー。皆さんもぜひ見てください。それともう一ついきますね。 その、はい、今の場所からちょっともう少し引きます、はいえー。クレーターが先ほどのクレーターを思い出してくださいがあってここですねさっきのはこれから右下に下がります。この辺よく見とってください。これもクレーターで合わせますよ。この三角形1 2,、2、3この3つのクレーターの中のこの位置を見つけてその間ですねここにあります。 はい拡大していきます。ゆっくり拡大していきます。これもここだけが違ってます。はい明らかに何か建造物がありますね。明らかにこんなふうに建造物が見えてきました。そういったわけで Google e a r t まあこれも回せましょうかね。もう一回ぐるーっと回転を起こさせてみます。 もう少しはい、えー、ですね左回転と右回転はいぐるっと建物を回転させますまあ自分で建物と言ってますけどね果たしてこれが何なのかっていうのがちょっとそれはわからないといったところのものですはい、えー、ま一、あ、回転させますはいどの方向から見ても皆さんがどんな風に取るかは皆さんの自由です。 そういったわけで2つばかり不思議なあ月にある不思議な建物のご紹介でしたあー近くにね、えー、存在しておりますので、えー、ぜひ、えー、2つとも発見してくださいこことここですねはい、えー、先ほど言った通りのやり方で見てもらえば見つけられると思います はい。皆さんも見つけれればいいですね。そういったわけで、えー、今日は不思議な月にある不思議な場所二つ建造物のご紹介でした。では、またです。さようなら。